なんか固まった、ごめん。くるくるなってた。最近すぐ携帯熱くなるよな。ただいま。なんか今日何曜日か分かんなくなってくる。おつー、あの髪型どうやってやるんだっけな。去年の自分、スプレーがいるな。おはー、ここのここか。まず分け目を変えます。本当にただの朝の準備見せてる。こんなもんかな。これぐらいか。これぐらいいっちゃおう。ここの分け目を変えます。まず変えました。そしたら落ち着く？本当？ちょっとスプレーで落ち着かせて編んでいきます。みんなもでも今髪とかやってんじゃない？何するんだろう男の人。ひげ剃ってワックスつけて寝癖だけドライヤーとか。やばい、この髪型やるの久々すぎてやり方わかんない。それ、あ、合ってる。髪が爆発してるからシャワー浴びてきた。いや、わかる。どうしようもないって聞いても濡らすしかないよね、髪の毛。おはよう。おしゃれな香水振ってんの？じゃあ私も香水振ってくね。なんか昨日私が1年ぐらい前にあげた香水をおきちゃんがまだ使ってくれてて嬉しかった。
おはよう。こうかな。できてる。あ、ぽいね。こんな感じでしょ。いまだね、三つ編みの原理分かってない。いや、アイドルでもね、三つ編みできない子いっぱいいるよ。特に48グループはさ、普段のライブ髪型さ、メイクさんがいらっしゃってやってくださるから上達しないんだよね。ヘアオイル忘れた。ヘアオイル欲しい。そうそう、メイクさんに何それ言ったら、うん、なんかいい感じでお任せでーつって言いがち。どう？いいんじゃない？今度好きでしょ。私は好きだけど、どう？私が好きだからみんなが好きとは限らないかしら。よし。お話し会はメイクさんいないのね。そう。でもさ、ファンの人に一番接近する場所だからさ、一番いてほしいんだけど、やっぱそれはうちらがもうちょい売れないとね。坂道さんはお話し会でもメイクさんいるのか。いそうだよね。あとはこっちの髪が前に落ちてくると顔が隠れちゃうから止めます。うちらってか私1時間目がツーショットだからさ、オールウェイズやっぱ1時間目からちゃんと可愛くしときたい。坂道はメイクさんいる。あ、そうなんだ。よいしょ。おはよう。即席美容室浜田。あ、ひーちゃん、ひーちゃんで、ここの結んだ毛をね、ここにこうしとくと、なんか変なツインテールの人みたいになるでしょ。これを一回このビビン頭の後ろにね、薄いもう一個ツインテールを作るんですよ。こうで、この髪とこう後ろでこっそり連結させておくことで、ここだ。この変なツインテール、耳かけ用のツインテールが私ね、自分の髪はまあある程度はできるんだけど、人の髪できないんだよな。
ここでクルリンパをしておくとチクチクしないから痒くない。はい、はあ、できた。はい、ベースができました。ベースキャンプ、はい、こんな感じです。マリーメッセ福岡着きました。早っ。はい、そして巻く、あ、これ太いことだ。くそ、細いこと持ってきたらよかった。まあいっか。とりあえずくるりん毛先だけでいいか。気が向いたら巻こう。またとりあえず意外と私毛先だけ巻くのが好きなんだよ。髪が横に来ないために結んだ。そうです、そうです。話してる時に顔が髪にかかる、髪が顔にかかると嫌なんでね。くるりん、おはよう。まあ今日こんな髪型を作ったのを見た人はまあどんなもんかとね。マリンメッセ見に来てください。え、マリンメッセどう？寒い？吹きさらし？幕張メッセ系？なんかコンクリートの壁？どう？だって前はマリンメッセのさライブ会場だったから。絶対ライブ会場じゃない。マリンメッセどんな感じなんだろう。マリンメッセの中のどの部分なんだろう。おはよう。こんな感じ。うん。ストレートでも可愛いけど。マリンメッセ寒いの？まあ寒くないと思うよ。かわいい。ありがとう。トゥ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 。あ、今日もライブなんだ、あっちの方。じゃあやっぱあそこじゃないんだね。そりゃそうか。今日リンクのライブとかないのかな。マリンメッセ休憩時間見に行きたい。会いに行きたい。おはよう。クリン、このアイロン両方ともショールームでもらったやつだ。このなんかまたこういうのがもらえるイベントないかな。だってこれもね、これもショールームのイベントでもらったやつだ。ショールームで暮らしすぎじゃない私。
いしょ。あー、ストレートアイロンいるな。でももうせっかく熱が冷めたから一旦いいや。今日最高気温22度、あったかっ。めっちゃ抜くんやん。22度って10月今。アイロンもらえるイベントなんてありましたっけ。あったあった、2年ぐらい前。ストレートじゃなくてもいけました。前髪と横毛は後でやろう。うん、おはよう。なんかね、イヤリングもいろいろ持ってきたの。耳が痛くなければつけるね。どうですか？今日はこんな感じで。え、自分でやったにしてはうまくない髪型。なかなか。しかもヘアオイルもなしでやった。前髪は後でちゃんとやります。ね、可愛いよね。痛くなった？やろう。な、これ何の味なんだろうって思ってる。黒蜜チョコ。
君編みたいやつとか持ってきたから気が向いたら履くかもしれません。なんかサンタに編みたいっつっていいなと思った。合いそうじゃない？寒かったらやめよう。あのもし私が編みたいやつ入ってたらツーショット会の人、ツーショット会が撮ったら、あの帰り際に他の人に聞こえるところで福田ちゃん編みたいやつやったぞってこう言いながら帰ってください。スマシいけるらしいしって言わんくていいけど分からんでもあんまりあれだけどあんまりそういうそういうのは良くない。清楚系アイドルだから弁当あるかな。福岡盛り上がっちゃうかもな。なんかモンスターとか買いに行こうかな。乗り切れるかな。だいたいモンスターかハイカフェインのコーヒー行かないと。トーもミラボ、え、ミラボくれた、ありがとう。今日も盛り上がっていくで、行くでじゃない、行くいくちゃん。なんか今日釣ってくださいとか言われたらあれやな。昨日お話し会でさ、釣ってくださいって女の子に言われてさ、めっちゃ下手、釣ってくださいとか言われる系のキャラじゃないからさ、死ぬほどびっくりすること自分でも。しかもグループお話し会ってめっちゃ時間ないからテンパってて、本当に下手くそな釣りをしてしまって、なんかその髪色が大好きじゃんとか言ってさ、なんでその髪色がとか言ったんやろ。しばらく反省したもんね。あなたのことがとか言う、なんか髪の毛が可愛かったから
その髪色が大好きちゃんとか言ってなんか えーんとか言って帰っていた全然響かんかったわ。おもろかったなあれ。そうで、なんか男の子でも若い子ってね、多分あの坂道さんとかそっち系の方ですかね、なんか釣ってくださいとか言ってくれがちなんですよ。でさ、言われ慣れてないからさ、7年経った今でも釣ってくださいと男の子に言われて、で、大好きだよとかやってみたけど、すごいうんみたいなそんな響いてなくて、もう地獄と思って、やったことないし、ひなちゃんに頼んでと思ってなんか思ったんとちゃうわみたいな顔されて、みたいな悲しかった。ちょっともうちょっと鍛えたいですね。そう面白かった。日向坂の子は天才が揃ってます。あ、そうなんだ。坂道さんそういうのが上手なんだ。やっぱそのね、キュルキュル売りじゃないから分かんないんだよな。釣りお願いしなかった。してない。全然なんか言葉とか求めてなかった。そこにいてくれるだけでよかったから。いや、釣ってください、本当に言わないでほしい。本当で嫌、ガチで嫌だってお話し会、私事故ることあんまないけど、釣ってくださいの時は絶対に事故るって分かるから、なんかそのみんなも愛想笑いになるよ。大丈夫、私もあの大好きだよしか言わないからねこの顔をこわばらせながらの、絶対これじゃないよなと思いながらの、大好きだよ、笑えお願い、満足そうな顔しろの、大好きだよ愛想笑いされたってなるから泣いちゃうから、お互いにピエピエってなるから、目が合わなくなる汗なんて思う、違うんだよなみたいな顔するんだもん、やめて。だからせめてなんかやったみたいな顔しておもろい。あ、そろそろ終わります。そろそろ行かねばならぬ。逆に釣られたい？え、釣られたいよ。キュンさせて。いや、ほんと、釣ってほしい人は。え、釣ってっていう以上はちゃんと釣られてほしい。え、それな？確かに、私だけが悪いんじゃなかった。あの、男女読みます、そろそろ。コンビニ近くにあるんだろうか。どんなこと言われたらキュンとしますか。今日福ちゃんしか行かないんだよね。が一番いいかな。よいしょ、ランキング読みます。ごめん、めっちゃすっぴんだ。壁像ありがとう。一途豆像ありがとう。くるくるりーありがとう。かんちゃんありがとう。いもけんぴーありがとう。マイキーありがとう。おにおしマリンメッセ福岡で会いましょう。お、楽しみにしてます。ありがとう。あかりちゃんさん、ひいさん、今日は最高の笑顔とあかりちゃんさんで優しさありがとう。今日は1時間目から最後まで楽しみに、お、ずっといてくれるんだ、嬉しい。楽しみにしてます、ありがとう。かまたかー、ありがとう。よっちゃんさん、ありがとう。よいしょ、今もまだふーちゃんロス中泣き、いえありがとう。
埼玉のイタン、ありがとう。1位はトモ、ありがとう。肩が。というわけで、私が福田って言ったらストーチーって言ってください。何をストーチー、福田はストーチーさんの飯は飲んで決まり。マーケン出身のくちゃんこと福田会でした。ではこの後お会いできる方はよろしくお願いします。お会いできない方は夜配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。